大連駅は、中華人民共和国領年省大連市中山区に、ある、中国鉄路総工市の鉄道駅。本港では、近接する大連地下鉄の有効広場駅、大連貨車丹駅、大連航行客運集団有限工司の、大連貨車丹駅についても記述する。新洋鉄路局の大連鉄路市局が管轄する一等駅。新大線、広大線が乗り入れている。 旅客列車の始発駅。毎日約80本の旅客列車が発着する。また、大連地下鉄2号線、3号線や大連市電201系統、トロリーバス101系統も当駅に接続している。1937年当時の大連駅現役車は、日本統治時代の建物で、東京の上野駅がモデルになっていると言われる。 南側には広大な勝利広場があり、2階が出発、1階が到着と空港のような造りになっている。北口も作られ、そこは外線広場と呼ばれ、開発区へ行く大連地下鉄3号線の出発駅もある。島式ホーム3面と相対式ホーム2面を有しており、9本の線路がある。CR 大連駅南口から地下街を通じて200メートルほどの位置に、 大連地下鉄2号線の有効広場駅がある。北口広場に面して、CR 大連駅から100メートルくらい離れて、地下鉄3号線の大連ガシャタン駅の駅舎がある。2面の相対式ホームが1面2線の島式ホームを、挟み込む、スペイン式ホーム3面2線の高架駅である。大連駅、南口広場の長江路上にある、相対式ホーム2面2線の地上駅。ありがとうございます。